こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、まあ久々にですね、僕が持っている私物のスニーカーをですね、持ってきましたので、まあいろいろとご紹介しながら、大人の男性には、 どんなスニーカーの選択肢があるのか、このあたりをプロ目線でですね、徹底的に解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ、僕自身はスニーカーはもちろん大好きなんですね。まあ、僕ら世代というのはですね、まあ、中学生から高校生ぐらいの時期にスニーカーブームを経験してるので、まあ、僕もそうなんですけども、やっぱりスニーカーに対しての思い入れは強いわけなんですね。で、最近は着こなし自体もだんだんカジュアル化してきているところがあって、その中での靴の選択肢としては、もちろん もちろん革靴というのも素敵でいいなとは思うんですが、日々履いてて楽なのはスニーカーということで、気づけばですね、いろんなスニーカーが僕もですね、手元にあるわけなんですね。まあ、今回はそのあたりをご紹介したいなと思ってるんですが、結構量があるので、サクサク行ってみたいなと思います。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということでね、まずどのジャンルから行きましょうかね。今、僕の足元にはですね、めちゃくちゃスニーカーが並んでる状態なんですが、ここからですね、まずはじゃあちょっと白っぽいスニーカーからピックアップしてみましょうか。はい。乗っけてみます。まずこちらと、うんと、じゃあこれも行こうかな。こういったところと、 あと、このあたりかな。このあたりいいんじゃないですかね。はい。まあ、このあたりをまずはご紹介したいなと思います。まあ、僕の持っているスニーカーをですね、こう、上から今俯瞰してみてるとですね、使ってる色はほとんど限定されていまして、白、黒、 グレー。この3色ぐらいしかないんですね。もっとビビッドなものあるかなと思ったんですが、僕は地味好きなスタイリストなので、まあこれぐらいの色しか使ってないんですね。まあその中で一番ベースになるようなスニーカーとしては、白系のものですね。こういったあたりは僕の中でもよく買っていまして、まあ頻繁に買い替えもしているんですね。まあ例えばですね、僕の動画の中でよく出てくるのは、こういった白系のジャーマントレーナーですね。これはグリーンレーベルの今季ですね。ソール でのものが出ましてこれは僕のこの YouTube の撮影でよく使っているスニーカーで最もよく出てくるんじゃないかな。価格も1万円以内で買えて、なおかつデザイン的には非常に使い勝手がいいです。ソールがゴムだとちょっとこうミリタリー感が強かったり、やぼったさ、良くも悪くも出るんですが、そういったところもオールホワイトにすることでクリーンで使いやすいような印象にまとまっているので、まあこれはですね、初級者の方であればかなり使い勝手のいいスニーカーかなと思います。 ま、動画で一番使ってるやつですね。そしてもう一つ僕が動画でよく使っているのがこちらアディダスのスーパースターですね。まあ、よくスタンスミスなんかを解説することが多かったりしまして、まあ、僕も何個か今まで持ってきたんですが、まあ、最近はこちらのスーパースターの方をですね、使うことが多いんですね。まあ、これはですね、2年前にエディフィスで購入した別注版のスーパースターになっていまして、まあ、ホワイトと思いきや、実はすごくすごく明るいですね。ライトグレーになっているんですね。 表面もスウェードでできていまして、ちょっと季節感があるんですが、毛足が短い形なので、すごくこう、上品な仕上がりになってるんですね。これはなんかこう、個人的には特別感もありますし、まあ、スーパースターならではのカジュアルさというところがそぎ落とされていまして、まあ本当に単色でできているところも含めて、バランスがいいなと思います。まあ、ポイントポイントですね、こういった単の部分のアディダスのマーク、見えるかなこのあたりだとか、スーパースターの文字だとか、こういったところには、ちょっとこう、ゴールド系 のですねプリントがしてあるんですがそのあたりもちょうどいいですねアクセントになってるので個人的にもよくこれは気に入って動画の中で履いていますちなみにこのあたりはですねソール見るとわかるんですが まだおろしていません。もう事務所の中でしか履かないので、これは撮影用という形で使っているんですが、まあ両方とも使い勝手がいいかなと思います。原稿で買うのはこちらですね。で、真ん中にあるのがもう年代物のような味わいというか、もう単純にくたびれてきてるんですが、僕がすごく好きなスニーカー、ナイキのブレイザーローというシリーズですね。これは僕の中では一番履くスニーカーかなと思います。まあその様子がね、もうしっかりと伝わるようなくたびれ感があって、そろそろ買い替えな しゃいいけないなぁとは思ってるんですねただ、この汚れた感じとか、くたった感じも、これまたなんかビンテージ感があって好きなんですよね。まあ、もともとクラシックなナイキのこう、スニーカーを、まあ、現代風に再現したという形にはなってるんですが、まあ、かなりナイキにしては珍しいレトロ調のスニーカーかなと思います。まあ、ナイキっていうのは、スニーカーブランドの中でも結構ハイテク系のものも多かったりするんですが、その中で異彩を放つブレイザーローというモデルが、まあ、大好きで、まあ、ブレイザーローにもいろ いろいろ種類があるんですが、僕は一番定番的な、えー、オールホワイトに対して、この、ナイキのロゴですね。これがブラックのやつが一番使い勝手がいいなと思います。で、まあこれ、そろそろ捨てなきゃなったとは思ってるんですが、まあ、ちょっとですね、全く同じものを買うのは退屈かなと思うので、例えば、ナイキとサカイがコラボレーションしたブレイザーローですね。そういったものなんかは、少し変化球があって、良さそうな気もするんですが、 ただですね、なんだかんだで超プレーンなこのブレイザーローの使い勝手の良さというのはもう間違いがないかなと思うんですね。ブラック系のパンツなんかにも合いますし、なんかスポーティーな要素もちょっとあるんですけども、クラシックで合わせやすい外しの要素もあるというところで、これは一番個人的には使っているスニーカーかなと思います。まあ、こんな形でホワイト系のスニーカーがありつつですね、次紹介したいのはやっぱりこのバリエーションじゃないかなと思うんですね。はい。僕の動画の中で でもよく出てきます。 え、ニューバランスというシリーズですね。これはですね、現在3足所有しています。はい、ちょっと出してみました。で、動画の中でよく出てくるのはですね、こちらの992というモデルになります。で、えー、普段からよく履いてるのはこちらですね、1500のグレー。そして、最近購入してめちゃくちゃ良かったのが 2002R のゴアテックスモデルですね。まあ、こういった3色で僕はですね、回しているわけなんです がニューーーババラランンスって結構カラーバリエーションも豊富でブラック系だとかネイビー系だとかオリーブだとかベージュだとか、まあ、別注カラーなんかもあったりするので本当にカラーバリエーションも多いんですがその中で僕はやっぱりニューバランスって言ったらグレーこのイメージが圧倒的に強いんですねで他のスニーカーブランドってなかなかですねグレーっていう色合いってそんなに多くないと思うんですよででググレレーーーーののススニーカーとかアディダスでグレーの スニーカーとかってあんまりイメージがないんですが、じゃあニューバランスのカラーって何だろうなって考えた時に、もう間違いなくグレーが一番最初に出てくるかなと思うんですね。このニューバランスのちょっとおじさんっぽく見えるようなミディアムグレー、ま,あ、まさにこのあたりがど真ん中かなと思うんですが、この色合いが僕にとっては原点で、ニューバランスを履くのであればこの色に限定するのが個人的には一番しっくりくるんですね。まあ、99には正直こうレアななななモデルででなかなかあの手に入らないもので 僕もスニーカーダンクというサイトで買ったので、ちょっとプレミアム価格ではあったんですが、これは主に事務所で履くようなスニーカーとして、まだおろしていません。ちょっとこれはですね、下ろすのが心苦しいぐらい僕の中では気に入っていまして、あ、スニーカーが好きな方ってこういった形で履かないスニーカーっていうのがあるんだな、鑑賞用のスニーカーっていうのがあるんだなっていうのを実感したモデルではあるんですが、非常に王道感があって、なおかつ上品な質感ですね。まあ、グレーの色味がもうど真ん中ですごく好き なんですよねまあ、程よく厚みのあるソールもいいし円のロゴもちっちゃくてすごく上品な雰囲気なんですねまあ、これがまあよく撮影用で使ってスニーカーとしてのニューバランスですねで、今年買ってすごく良かったのがこの1500ですね僕はこれインテリアショップの、えー、シボネというお店があるんですね原宿にありましてそこで僕はインテリアのアイテムいろいろ見るんですがそのお店の中にはこう一部アパレルが置いてあるコーナーがあって結構ですね センスのいい服揃えてあるんですねエイトンだとか、オーラリーだとか、国内の様々なドメスティックブランドだとか、まあ一部海外のブランドも置いてあって、その中で1500があったので、僕は、あ、なかなかいいなと思って、こちらを購入したわけなんですね。まあニューバランスのグレーの中でも、ちょっとこう独特というか、こちらがもう本当にこうミディアムグレー、ライトグレーぐらいの色味なんですけども、ちょっとこちらはですね、 グレーの中にベージュっぽさが混ざったような曖昧なカラーなんですね。この雰囲気が僕はなんかちょっと新鮮な雰囲気があって好きだなと思って購入したんですね。これはまだ現行で時々在庫が上がってるので、まあ、タイミングが良ければ買うことができるかなとは思います。こちらの900万台よりもやや安かったと思うんですね。2万円台後半で買うことができるという点では決して安くはないんだけども高い価格帯のニューバランスの中ではまだです 手に入れやすすいいかなとは思っていますこれはもうご覧の通り、外でもガンガン履いていまして、えー、日常のスニーカーとしてはすごく便利なものになっています。まあ、ニューバランスはやっぱりどちらかというと、ブラック系のパンツで、裾周りがちょっと太めのパンツの方が収まりがいいんですね。テーパードがぐっと効いてるものだと、裾幅が狭いので、ニューバランスをこのですね、ぽってりとしたシルエットとあんまり相性が良くないかなと思うんですね。 こうもちょっと高めなので、ここにテーパードが強すぎるものだと、こう、その収まりが良くないので、ややですね、太めのスト幅のものの方が、ニューバランスのスニーカーは相性が良い,いんじゃないのかなと思います。ブラック系のパンツとよく合わせていますね。あとは結構ホワイトのパンツともニューバランスは相性が良くて、やや太めの白デニムだとか、そういったものと結構グレー系のニューバランスを合わせることが多いんですね。で、こちら、ニューバランスの 2002R のですね、ゴアテックス。これが今一番気に入ってる僕 のスニーカーですねまあ、なんかグレーの中でもチャコールグレーに近いような深みのある色で主に冬場に活躍してくれるようなそんなシャープな色合いに仕上がってるかなと思いますちょっとこう最初からヴィンテージライクな仕様になっていましてその部分もちょっとこう当たりが出てるようなですね雰囲気に仕上がっていてこれは最初からかなり気に入って履いていましたまあ、なかなかこれもレアで最近は手に入らないんですがまあ、スニーカーダンクとかでやや少しだけプレネがついて売ってますので、まあ、気になる る方はチェックをしていいいたただきたいなと思いま,すまあ、こんな形でグレー系でもちょっと明るめのグレーとベージュマジーのグレーとチャコールグレーという形で、まあ、それぞれ使い勝手が違ってくるんですね。まあ、ニューバランスって正直デザイン的にはそんなに大きくは変わらないかなと思うんですがそれでも買い足したくなってしまうようなそんな魔力のあるスニーカーかなと思っています。そういった点では先ほどのナイキだとかアディダスにはない魅力があるブランドなのでぜひ、まあ、皆さんもね、まだ持ってない方は一足だけでもトライをしてみるといいんじゃないのかな かなと思っていますはい。まぁ、あ、こんな形でグレー系があって、次がですね、白、グレーときたら、まあ、ブラックがいいかなということで、えー、持ってきたいなと思うのが、こちらと、こちらと、あとこちらですね、3足持ってきました。 ええと、まずはですね、スニーカー、まク、あ、黒スニーカーって正直地味なんですよ。僕はボトムスブラック描くことが多いので、ブラックのパンツに対してまた靴まで黒だと、まぁ、あ、足長効果はあって、そういった点ではすごく良かったりするんですが、着こなしとしてはちょっと地味に感じるところもあったりするんですね。なので、ブラックの中でも、ブラックのレザースニーカーみたいなシンプルなものよりは、個人的にはちょっとこうデコラティブなものが好きなんですね。例えばですね、これ。 サロモンというブランドをですね、XT7 って言ったかなちょっとこう自信がないので間違ってたらテロップで修正したいなと思うんですけども、これは買ってめちゃくちゃ良かったですね。これも地味に履いていて、なんだろうな、黒で汚れも目立たないし、なおかつ黒なんだけどモダンな雰囲気もあって、個人的にはすごく気に入ってるモデルなんですね。まあサロモンというと、まあトレランシューズですね。トレイルランで履くようなシューズが結構メインで出されてるブランド。 なんですね。紐なんかも結構特徴的で結ぶ必要がないような感じでここ伸ばしてあげればですね緩みますのでこれで履いてでグッと締めればこれでおしまいっていう形で結構着脱も楽なんですねこのあたりもすごくいいしあとはですねブラックなんだけどもソールがちょっと厚めなんですねトレイルランのシューズということでこのあたりのポッテイとしたシルエットもすごくいいと思いますしあとはこのですねアッパー部分に縦にですねサロモンのロゴですねイエローレッドブルーのですね ラインンがが入っっっってててるんんですすここののたりもちょととしたアクセントににななななな個人的にはなか,なかかかかいいいいじゃないのかなと思います意外と履くとモードっぽい感じがして僕はね、このスニーカー地味だけど買ってよかったなというところで買った時よりも今の方が断然気に入ってますね。だんだん自分の中でのしっくりさというのが年々高まってくるっていうところがあってそのあたりがサロモンの不思議なところかなと思います。で、ニューバランスのスニーカーっていうのもすごくいいんだけど結構最近 Yeah. 履いてる方も増えましたし、かなりたくさんのモデルが出てきて、そればっかり履いてるとやっぱり飽きるんですね。その対抗馬として、ちょっとぽってイとしているスニーカーなんだけども、まだまだ知名度もそんなには高くないし、履いてる方も多くはない、このサロモンという選択肢も僕の中ではすごく気に入ってるんですね。ま、ぜひ皆さんもですね、このシリーズ、意外とウェブで見つけてもすぐ売り切れてしまうので、ま、ぜひ見つけた時にはチェックをしていただきたいなと思っています。そして、これは2年くらい前かな。 ちょうど冬の年末に買ったモデルなんですが、ナイキとサカイのですねコラボレーションのスニーカーですね。このあたりは現行でいろんなモデルも出ていまして、まあ、めちゃくちゃこう入手困難なモデルなんですね。 ただ、ナイキ酒井というと、まぁ、あ、井自体が結構エッジの効いた服、靴が多かったりするので、もっと持ったやつが多いんですが、その中では、めちゃくちゃ地味な酒井をですね、僕は購入しました。オールブラックでソールの部分にですね、厚みがあって、ちょっとです、ね、ソールの端っこですね、ぴょんと出てますよね。このあたりがまさに酒井らしいアプローチではあるんですね。あとはナイキのロゴがここ二重になってたりだとか、ここら辺はお馴染みのですね、ディティールだったりはするんですが、それ以外はめちゃくちゃ地味な ですよね、うん、そのあたりが個人的には僕のスタイルには相性がいいのでこちらは購入して、まあ時々履いてますかね。 これはまあ仕事で履くことが多かったりするんですが、これ一番いい点はですね、まあシークレットシューズなんですよね、言ってしまえば。ソールが結構厚みがあるじゃないですか。こんだけしっかりと厚みがあって、なおかつこれネタなんですけども、これ言っちゃうのがね、恥ずかしいぐらいなんですが、これね、ソールもね、ちょっと厚みのあるものをネタで買ってみて、たいこれ2センチぐらいの高さがあるんですね。 これを入れて履くと身長がめちゃくちゃ漏れるというですね。魔法の草なんですね。僕は身長164センチなんですが、これ履くと視界が変わるので、結構面白いんですよね。なので、時々履いてるんですね。あとは外での撮影があったりする際には、このシークレットシューズを履くことが多いんですが、そんな役割で使っていますね。ただ、履き心地で言うと、正直そんなに良くないんですね。多分、このインソール入れてるのもあると思うんですが、結構かかとが動いたりだとか、足の 収まりはやっぱあ、ニューバランスの方がやっぱ履き心地に特化してるというところがあって、ナイキに関してはやっぱりこの見た目のシャープさだとかそのあたりの優先順位が高いのかなと思うんですが、まあ履き心地は決して良くないんですけども、ただ僕にとってはこれは一足あるとすごく便利なシークレットシューズ的な役割があるので、これはこれで結構大切なスニーカーかなと思っています。そして夏にですね、これよく履いてたの がのでですすねねというモデルです、ね、これはですね、まあ、スニーカーとサンダルがこう融合したようなデザインになっていまして、かなり履きました。沖縄なんかにも今年は行ったんですけども、僕はこの一足だけで行きまして、まあ、素足で履いてもいいし、えー、と靴下で履いてもよかったりするので、まあ、かなり使い勝手は良かったですね。やっぱりこうスニーカーの中でも正当派の 例えばこういった先ほどのスーパースターとかのような、まあ、丸みがあるんだけども、無駄のないフォルムというよりは、こちらのコパラとかは結構ですね、やぼったいこう、丸みのあるようなシルエットなんですね。まあ、そういった、いわゆるこう、ダサかっこいいような感じっていうのは、現代のちょっと緩めのパンツだとか、そういったものとの相性はすごく良くて、僕は結構好きですね。昔はこの類嫌いで、だったらこういった苗木のスニーカーだとか、あとはスタンスミスだとか、 そういったもの,のが圧倒的に好きだったんですがむしろ今はこういった丸みのあるようなものだとかちょっとソールに厚みのあるようなものの方が好きだったりして、まあ、年々自分の趣味趣向というものも、まあ、広がりが出てきたのかなと思っています、まあ、夏場にはね一足あるとすごく便利なスニーカーでまた来年もですねガンガン履きたいような一足かなと思います、まあ、ブラックメインなんだけどもソールがホワイトなのでそんなに重すぎないというところそしてブラックだけどもちょっとこう表面がゴツゴツしてるんですね見えますかね この凹凸感があるおかげで退屈に見えないというところですね。ちゃんとブラックの中でもエッジが効いている3足ということで、このあたりも僕のスニーカーの中ではすごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。はい。こんな形でブラック系がありつつですね。ラスト、またホワイトになるんですけど、ちょっと僕の中では仕事で一番よく履いている2足ですね。これを 持ってきました。まあ普段履くもと仕事で履くものは分けているんですね。その中でえっと2足持ってきたのが、まあ、ジャーマントレーナーなんですけども、これメゾンマルジェラのもので、もうなんだろうな、4年ぐらい履いてます。4年履いてますが、まだですね、大丈夫かな。うん、ビンテージ感は出てきましたが、たまにスニーカー専用の洗剤でゴシゴシと洗ってあげたりしてるんですが、まあそのたに綺麗になるんで、まあまだまだ使えるかなと思います。まあ、ジャーマントレーナー2足持っています。 まして今このグリーンレーベルのものとメゾンマルジェラのものですね、まあ、そんなに見た目って変わんないですよねベースのデザインはそんなに変わらないんですが、まあ、気分を上げるという意味でメゾンマルジェラの名前を借りるという感じでですね履いていますまあ、どこもデザイン的には特徴はないんですよねこのターンの部分にマルジェラのロゴが入ってるかなぐらいですねあとは見てもわかんないんですがでもこれ履いてるとマルジェラのジャーマンですねって声が られることが結構ありますすショップのの店員さんとかは気づくのが早いですねその辺りでは履いていると結構気分が上がるというのもありますね。色味もですね、こっちのジャーマントレーナーの方がクリーンなホワイトという感じなんですが、経年変化もありまして、ちょっと色にくすみが出てきてるんですが、まあ、この辺りもかえってビンテージ感があって、すごくいい雰囲気になってきたかなと思いますね。まあ、スニーカーもちゃんとしたものを買えば、複数年使えるんだなっていうのをですね、すごく実感しています。まだ履きたいな。結構値段はするので、 僕の中では勇気のいる一足ではありましたが、一足ぐらいは贅沢してもいいのかなという形で購入したスニーカーです。まあこういったものって結構ジャケットにも合うし、カジュアルな着こなしにも合うので、スタイル選ばずにですね、ジャーマントレーナー使えるんですね。そのあたりでかなり使い勝手がいいなと思いますが、ソールがちょっとぶっ壊れてることに今気づきましたね。ここに穴が開いてますね。これはまずいですね。ちょっと補修しなくちゃいけないですが、まあスニーカーということでちょこちょこと痛みが出てきてるのかなとは思います。そして でもう一足ですね。これまたちょっとこうミリタリーっぽい雰囲気のあるようなスニーカーなんですが、 え、同じくメゾンマルジェラのもので、去年買ったものかなうん、これもなかなか気に入っています。まあ、ジャーマントレーナーと比べると、ちょっと似たような雰囲気もあるんだけども、少しエッジが効いているようなデザインになっていまして、結構前から見ると、ジャーマンと似ていますよね。コーのデザイン似ていますが、まあ、横からの感じはちょっとまた変わってくるかなというところですかね。うん、なんかマルジェラらしいですね。ややエッジの効いたデザインも感じますし、で、色自体は、ライトグレーと、 これはナチュラルぐらいのカラーで。 比較的ホワイト系のスニーカーに近いので様々なスタイルにも合わせやすいです。でジャーマンに比べるとちょっと高は高くてですね、デザイン的には盛ることもできるので、そのあたりも含めて結構気に入っていますね。これはですね、海外通販で買いましたね。定価で買うと結構高いんですが、海外の通販で買うと確か定価よりも2万円から2万5千円くらい安かったので、まあそういった形で、えー、マルジェラとかそういった海外ブランドは賢い買い方をしてあげるとですね、少しでも節約 ができるのかなというふうに思っています。 はい、ということで、いろいろとスニーカーを一発撮りでご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか、まあ、僕自身の中でもですね、まあ、結構いろんなスニーカーを持っているなというのは、改めて実感しました。そんなに収集壁はないんですね。あんまりこう集めたいっていうのはないんですが、気づけばちょっと増えてしまったかなというのがあります。まあ、ブラック系だとか、ホワイト系、そしてグレー系という形で、いろんなバリエーションがありますね。あんまり派手なスニーカーってないですね。 考えてみると。 結構地味なスニーカーが多いんだけども、その中でちょっとしたこだわりが光るものが多かったかなと思うんですが、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもね、今後スニーカーを選ぶ際の一つの参考になるかどうかも疑問なんですが、楽しんでもらえたら嬉しいなというふうに思っています。まあ、こんな形でこちらのチャンネルではメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてるんですが、えー、もう一つ僕の方で運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルというものがありまして、まあ、そちらの方ではもうちょっと中級者向けのアイテムですとかコーディネートのご紹介をしています。まあ今 今回ご紹介したようなとこで言うと、例えばこの辺りの 2002R だとか、マルジェラのスニーカーだとか、まあサロモンだとか、この辺りは買った段階からこれ買いましたみたいな形でですね、皆さんにご紹介していまして、まあ、結構リアルタイムでいろんな情報をどんどん出していますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもですね、主催をしています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、 コーディネットの解説を行っていますえ僕の方で1日2回投稿していまして僕以外のスタイリストも何人か在籍をしているので、まあ、そういった方の記事も読めますまた参加者の皆さんも記事を投稿することができるんですねですので結構いろんなバリエーションの飛んだ記事が読み放題になっていますので気になる方はですね今なら初月無料で使うことができますので概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの小山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに